ルパン三世、ルパン三世、ルパン三世はアニメ、ルパン三世の作品群のうち、読売テレビで1971年10月24日から1972年3月26日に放送されたテレビアニメシリーズを指す。映像上の題名は、ルパン三世。本校では便宜上、TV 第1シリーズと呼称する。アルセーヌ・ルパンの孫で、 大泥棒のルパン三世が、仲間の次元、藤子、五右衛門や、ルパン逮捕に執念を燃やす、銭タ警部と繰り広げる活躍を描く。後続シリーズとの識別のため、タイトルに第一シリーズ、第一期などと付記することがある。また、制作会社のトムスエンタテインメントは、ソフト化以降、ルパン三世、ファーストシリーズ、または、ルパン三世、パート1としている。 作風は大人向けのハードボイルドタッチな演出が多い前半と子供の主張をある程度考慮したギャグタッチな後半に分けられる。ルパンは緑のジャケットを着用。原作で使用された赤と違い緑になったのは当時のカラーテレビでは赤系の色の描画能力が低かったためである。物語の舞台はほとんどが日本となっている。その他の国は第三話と 第10話。2017年7月から12月まで、日本テレビ深夜帯で放送した、ルパンアニメ歴代シリーズ全話からファン投票で、選ばれた上位24エピソードを放送した、ルパン三世ベストセレクションでは、本シリーズから、全体の1、4に相当する6エピソードが選出された。最高位は、第5話、13代5へ門登場。現在では、 不適切とされる表現のセリフについては無音処理が行われている。2021年10月からのアニメ第6作放送開始に合わせて BS1 に似て放送されている。なお、今回も現在では不適切とされる表現のセリフについては無音処理が行われている。はじめに演出のオファーを受けたのは芝山勤だったが、 当時た作品に参加していたため先んじて制作されたパイロットフィルム版の参加のみに止まり、代わって人形劇などを手掛けていた異色の演出家、大隅正明に演出が依頼される。これは東京ムービーの社長だった藤岡豊が大隅の演出したお化けの九太郎のオープニングを気に入っていたからである。藤岡に初の大人向けのアニメを作ろうと言われた大隅は、 意気投合し快諾したと言い、後に、中学生以下の市町村は全くターゲットにしていなかったと語っている。原作のアダルトな雰囲気が強く出た作風に、当初アニメ化に難色を示していた原作者の、モンキーパンチにも、パイロットフィルムを見た後に、ぜひやってくれと言わしめた。大隅は、絵が描けないため、作画監督として、芝山の元同僚、大塚康夫が抜擢される。 当時、東映動画に所属していた大塚は東映を退社し、東京ムービーの下請けをやっていた A プロダクションに移籍した。そして、大隅、大塚両者の話し合いで、キャラクターのテレビ用人物造形が決まった。なお作画には前番組、巨人の星のスタッフが多く流れ、スタッフの一人に、ミネ・フジコを描かせると、 同番組の登場人物であった、星明子と瓜り二つの容姿になってしまったという逸話も残っている。原作の世界をアニメでそのまま再現することは、様々な要因から不可能であり、間骨だったりすることが求められ、以下の方針が打ち立てられた。パイロットフィルム二作でのルパンの声は、野沢那智、広川大一郎がそれぞれ演じていたが、両名ともに、 スケジュールの都合から当作への出演が難しくなっており、大隅が偶然干渉した舞台、日本人のへそに出演していた山田康夫が抜擢された。大隅のイメージするルパンは、白家世代の人物で、祖父の多くの財宝を受け継ぎ、大邸宅に住み、物や金でアクセクせず、検体を紛らわすために、時たま泥棒をし、 場合によっては敵対する相手を手にかけることにも躊躇しないという人物で、加えて野沢と広川の演技を見た大隅は、洗練された中にもどす黒いものを表現することが必要だと考える中、ひょうひょうとしていながら、時にニヒルで、どこか暗さのある舞台上の山田の演技を見た途端、ルパンがここにいると自身のイメージする、ルパン像と合致したという。山田も、また、 役作りのために、ルパンの原作漫画を愛読しており、大隅との対談の際によく見破りましたね。あれは、ルパン三世をモデルにして演技したんですよと打ち明け、大隅さん、今ルパンをやれと言われたら、おこがましい言い方ですけど、ルパンの役作りは全部終わっています。すぐに入れますとオファーを快諾した。次元大輔は、パイロットフィルムから小林清志が続投し、 風魔一族の陰謀を除き、パート6エピソード0で優退するまで50年にわたり、担当した。シネマスコープサイズ版で、石川五右衛門を演じた、ナヤゴロは、セリフが少ないことが気になり、大隅に相談した結果、銭形警部役に変更となった。合わせて、スタンダードサイズ版で銭形を演じた、大塚千下は、石川五右衛門役となった。ミネ藤子役は、 パイロットフィルムでのマスヤマエから二階堂ゆき子に変更。大隅は後にルパンが藤子に挑みかかる場面があるんですよ。ところがその場面になるとシーンとしちゃってどうしたのって聞くとどうしてもできませんってとマスヤマがお色気シーンをできなかったため仕方なく変更したと発言している。パイロットフィルム制作から2年後読売テレビから TV アニメ化することが決定される。このような思考を経て、大人向けに制作され、新聞などにも大人向けとして広告された、それまでにないアニメとしてスタートしたが、視聴率は厳しいものとなる。当時、アニメは作れば、大抵の場合は、ある程度の視聴率が取れると考えられていた、時代だったが、初回6%。 その後も3%などといった、桁違いに低い視聴率を取り、即打ち切りも仕方ない状況だった。一つの原因としては、大人向けと広告したのが、1970年代、当時の家庭での倫理観にそぐわず、意識的に子供に見せまいとした親側の圧力などが考えられていた。初回からミネ・フジコの衣装作画やルパンとの絡みや、大敗的な世界観は、 現代の視点でも、戦場的なものであったが、作品の内容そのものはそこまでアダルトではなかった。第3話の視聴率が出ると、曲サイドやスポンサーは、藤岡と大隅を大阪に急遽呼び、この低視聴率はどういうことだ、子供に人気がないと問いただした。大隅は、大人向けのアニメを作ったまでと率直に答えたが、対照的に藤岡は、 今後は子供向けに改善して立て直すと約束した。その帰りに、藤岡が大隅に、今後、子供向けの内容でやってくれないかと依頼したが、大隅は、じゃあ、子供向けにやって、人気が出る確証はあるんですかと反論し、それでは、自分は降ろさせてもらうと、番組交番を切り出した。この日を境に、大隅はスタジオに全く入ってないため、引き継ぎなどは、 全くされなかった。大隅は、誰もこの後引き継ぐ奴なんていないだろうと考えていた。以降の話も見ず、十数年以上オルパンについての取材も断り続けたと、いう。それまでの制作が大隅に全てを預け、任していたような状態だったことから、大隅の降板は重大な出来事となり、大隅さんが降りるならと脚本家数人も、降板することとなった。 キロに立たされた大塚は、東映で一緒に、子供向けアニメを作っていた、高畑勲夫と、宮崎駿二人に演出を依頼した。両名は、以後原作の影響の強いハードタッチの作風を、中盤以降、徐々に低年齢層向けに、軌道修正していく。しかし、大隅交番時点ですでにほとんど完成していた、フィルムや、それ以前に、発注済みだった、脚本。 絵コンテ、作画もあったため、どこまでが大隅演出で、どこからが A プロダクション演出かは厳密には区別できない。高畑、宮崎両名ででき得る限りコンテや脚本を見直したりしたが、時間的に変更が不可能だった話もあったためでも、あった。四から八、十二話は、高畑、宮崎コンビによる部分直しやコミカルな演出で、一般的には、 A プロ演出と思われている7話の後半は、大隅の指示を受けた、井出崎光によるものの、6話と9話は、基本的には、大隅演出のままということである。ストーリー的には、犯罪者を、主人公とすることを嫌う高畑にはどうしても6話と9話は、大きく変えることはできなかったと本人が回想している。完全に、A プロダクションに演出になったのは、 宮崎によるキャラクターの性格変更が行われた13話以降であるが、絵は大隅演出時代のものと応募式ものも流用されている。宮崎は後年、大隅時代から A プロ時代のルパン像の変化を、浮遊の倦怠を紛らわすために泥棒をする大敗した、フランス貴族の末裔から、常にスカンピンで何か面白いことはないかと目を ギョロつかせている、イタリア系の貧乏人への変化と称している。高畑、宮崎コンビ演出のルパンは、視聴率は9%程度と序盤よりは安定していったものの、約半年後の全23話で放送が打ち切りとなった。だが、関係者の証言によると、当初からニクール、26話の予定で制作されていた、ため、実際には3話分が減らされた状態だったという。 数年後の各局での再放送で、夕方の放送枠にもかかわらず、局によっては20%台という異例の高い視聴率を叩き出し評価が高まり、その質が改めて評価されることとなった。大隅は、後年、再放送の人気が高まった理由を、当時のテレビ局で聞いた、際、余計な説明をしていない、新しさが未だにある、など、 視聴率が低かった理由と全く同じだったと語っており、視聴者からの再評価は、宮崎、高畑両名の参加による路線変更部分だけではなかった。そして本放送終了から約5年後、再放送時の人気を背景として新作アニメが制作されることになった。宮崎駿は、劇場版第2作、カリオストロの城や、t v 第2シリーズでの2作は、 第一シリーズでやったことの相たなざらへと称している。TV 第一シリーズについては、僕らは、紛れもなく、ハングリーだった。スカッとした、面白い仕事をやりたいという願望と気力はいくらでもあったのだと、意欲が強かったことを語っている。しかし、放映中の路線変更は、制作を混乱させ、テレビアニメーションの技法が停滞した時期もあって、画面は、乱れ。 完成度は低く、技術的に見るところのない作品であったと評している。再放送で人気を得た理由を、ベンツに乗るルパンと大衆車のフィアットに乗るルパンが、せめぎ合い、結果として番組に活力をもたらしたのが原因ではと、語っている。レギュラーメンバー全員が揃うことは稀で、全話に登場するキャラクターは、ルパン3世だけである。 ルパン作品では珍しく同じ登場人物がたびたび登場するため記述する。オープニングテーマおよびエンディングテーマのタイトルは、定築ではエンディングテーマに、朝日そのラマでは、オープニングテーマに、ルパン賛成その1のタイトルが付けられている。後に、様々なレコード会社から発売されるようになって、以降も、 発売元によって定築に順ずる場合と、朝日ソノラマに順ずる場合があった。1980年代になってから、以下の各欄に最初に記したものが正式なタイトルとしてジャスラックに登録されたが、CD の種類によっては、旧タイトルを表記している場合もある。以下に記した、使用状況は DVD 版のもの。奥田民夫によってカバーされている。本放送当時、 朝日そのラマから取り下ろしドラマ、魔術師、パイカルを収録したそのシートが発売された。第2話を元にしているが、パイカル役は、村越一郎で、ゼニ型が登場するなど展開が一部異なる。ジャケット内には、カラー彩色された、ドラマと連動した漫画もついている。その後は長らく別メディアで販売はされていないが、2018年に、 講談社より刊行された DVD アニメ付きムック本『ルパン三世、ファーストシリーズ DVD コレクション、全館購入特典として、そのシートを CD に置き換えた以外は、ジャケット、漫画を含め完全復刻した版を希望者全員が、手に入れることができる。なお、このそのシートで使用された、セリフがかぶっていなかった BGM は後述の、ルパン三世七十一 m e トラックスに、 収録されている。山下武雄によるサウンドトラックは放送直後よりそのマスターテープが紛失しているため完全な形でのレコード化あるいは CD 化が不可能な状態となっている。それでも DB 第一シリーズを彩った音楽の音源化を望むファンは絶えず、代替案として過去に3つの企画版が発売されている。 原作のストーリーラインやキャラクターを尺用してアニメ用に大幅にアレンジしたものが多く原作とはほぼ別物になっている作品も少なくない。戦術の通り大熊交番の時点で23話分の脚本が発注されており順当に映像化されたのは12話までとなった。13話以降に用意されていた下記の脚本は未使用に終わったが一部のエピソードは TV 第2シリーズでアニメ化されているほかルパン三世 H 名義でコミカライズされている。ルパン三世オフィシャルマガジンでは、早川直也によるコミカライズ版が連載されており、このうち、第1話から第4話と、第17話がコミカライズされている。1話から4話は、アニメに、忠実な作りになっている。ただし第4話のコミカライズ版に関しては、 放送問題用語が用いられていたため、一部のセリフが変更、または削除されている。また、前述した、没脚本のうち、四角の時は来た、華麗なる標的の二作品もコミカライズされた。17話は、藤子の視点で描いた、コミカライズ作品となっている。物語の構成自体は同じだが、印刷したお札が、ルパンの手によって、紙幣として、 使い物にならないようにいたずらされていたことを知って、藤子が本気で悔しがるというシーンが、最後のページに加えられている。このシーンでは、悔しがる藤子の横で、ルパンたちを罠にはめた星影ギンスが力なく、崩れ落ちている。放送系列は、当時のもの。2004年7月、ワウワウにて、日本で初となる、高画質のハイビジョンリニューアルマスター版が放送された。 以前発売された DVD では、原版の 35mm ネガフィルムを 16mm に落としてテレシネしたものを収録されていたのに対し、ハイビジョンリマスター版では原版である 35mm ネガフィルムから HD ネガテレシネを行い、修復することでより鮮明な画質になっており、これが後にデジタルリマスターと呼ばれるようになった。 近年では CS 放送のアニマックスや独立 UHF 局で本作の HD リマスター版が放送されている。ありがとうございます。